どうしようかな。アゲインガチャ、3種類なんかコースあるんだよね。レギュラー、セーフティーでチャレンジか。レギュラーが10連から100連確率で決まるみたいだね。セーフティーが50連確定らしいね。うん。でチャレンジが10連か100連2分の1らしいね。まあ確率一緒なのか知らないけど、どれにしようかな。お、そうだ、ツイッターで10分間だけちょっとフォロワーさんに聞いてみようか。それがいい。自分で決めるよりも投票で決めてもらった方がいいわ。よし、じゃあ早速。皆さんこんにちは、りこちゃんです。はい、投票した結果ですね、チャレンジ1年生でしたね。チャレンジ1択でした。チャレンジ寺井1択でしたね。いや、まさかの。個人的にはね、セーフティーが一番ね無難だと思うんだけど、まあ、しょうがないね、うん、じゃあ聞くか。あげ玉プレゼントがもらえるだけ嬉しいもん、でこれ100連か10連かだけど、リコちゃんの中では100連が 25%、 10連が 75% ぐらいだと思ってるんだよね、ぶっちゃけ。まあそりゃ2分の1じゃないと思ってるんだよ。だからこそ出た天満英傑さん、本当にこれ予想通り出たな。これ予言者だよ俺。喉やば。さあということで引いていきましょう。アゲインガチャ、レギュラー、セーフティー、チャレンジ。ぎこちゃんが引くのは投票の結果チャレンジ。知らないよこれ。10連だったらもう一瞬にして動画終わるからね。秒だよ。いくよ。どうなる。全キャラ持ってるからね、うん、いろんな YouTuber さんいると思う。いろんな YouTuber さんいるけど、全キャラ持ってるから別にそんなリスクはないんで、正直に。いきます。とはいえ欲しいよな、運極目指してんだから俺は。頼む、100来て、100来て。お化けが開けば100連だよね。頼む。え、ちょっと待って、ちょっと待って、すごくない？開け。それはやってきた。そうだ、花粉ばらまきおじさんだ。俺だよ、花粉おじさんだよ。やつは次から次へと夜な夜なみんなの家、さあどんどん詰め込んじゃおうね。直接花粉を鼻に詰め回っているのだ。やつの好みは杉、ヒノキ、カモガヤ、ネズミ、ホソムギ、ススキ、カナムグラ、ウタクサ、ヨモギ、ハンノキ、その他にもあるらしいが、今わかっているのはそれだけだ。季節ごとに分かれてやってくるずる賢いやつだ。やってきた。やつがやってきた。終わりです。